ツーピー側チャンピオンファイン。怪我しても知らないわよ。ワンピー側チャレンジャーアキラ、どんな試合になりそうですか。ワンピー側のプレイヤーですが、高ラインのプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど。第1ラウンドが始まりました。高ラインタゲ抜きはない。よろけた連環ターゲット、畳みかける、うわふざけてリボン長寿、さらにヒット、距離を置いて飛躍を、デーモンテステン、武装は終わった。セットカウントは0対1。ここまでの展開はどうですか。まずはお互い様子見でしょうか。はい、この勢いでもう一本取りたいところ。第2ラウンドが始まりました。よろけだ連環ターゲット決まった。総加連水晶日本長寿、壁に当たった、上方から最大ダメージに近い、非常に達してない、もう遍歴側面ガード、総加大杉下ピーからきっちりまとめた。ノリノリですね。投げ抜け、いざ小僧波オフェンシブムーブから変身王少々、ここで KO。 ここまでどうでしょう。 2P 側のプレイヤーですが、相手の側面を取って有利に戦ってましたね。なるほど。この後気を抜かずに全力を出し切ってほしいですね。そうですね。これがヒット、高弾体ふざけてアデミナイス連環対比、さらにヒット振り回した、ミドルキック突き上げる、そこから水晶大ダメージを与えた、魔法ミドルキック、よろけたリボン決まった。セットカウントは1対2。アキラ1本取り返した。巻き返しを図りたいですね。第4ラウンドスタート、下げてからリボン長寿、連環魔法中継、音楽曲届かない、魔法下げて、総加放水、下げた、耐えよう。今のラウンドを見てみましょう。はい、危なげなく勝利。